こんにちは、平岩優奈です。今日は皆さんにお知らせがあります。それはタカ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 タじゃーん。この度平岩優奈は T シャツを作りました。はい、今も着てるんですけど、一からデザインを考えて時間をかけて作りました。もともと T シャツを作りたいっていう思いはあったんですけど、何から始めたらいいかと自分の絵の下手さにちょっとっていうのがあって、でいつもお世話になってるヒグマ社長だったりオルソのスタッフの方に協力してもらって、デザインだったり色とかどうするかとか、もう本当に一から何もない状態から始めてやっと完成しました。早速紹介していきたいと思います。まずこの見えるかな、私が勝手に作った言葉で出来上がったキャラクターサンドラゴンです。太陽とドラゴン、かわいいでしょ。太陽は刺繍なんですけど、ドラゴンはワッペ。マジで私の絵が下手すぎて、最初ねどんなん作りたいかみたいなイメージのイラストを送ってって言われた時に、まあ私はめっちゃ一生懸命描いたんですけど、こんなんで大丈夫かなみたいな不安になりながら送ったんですよ。そしたらまあなんかめっちゃただの落書きみたいっていうね、そんぐらいとんでもない絵だったのに、ここまでの可愛いサンドラゴンが出来上がりました。ありがとうございます。次、肩にこのなんて呼ぼうか、この U ね、でユーナワールドって書いてあるんですけど、このカラフルなのがもう可愛くて可愛くてって感じです。ちょっと読み方がまだ定まってなくて、ユーナワールドにしようかちょっとひねりたいなみたいなのもあるんですけど、自分じゃ思いつかないなみたいな感じで、なんかいいのがあったらコメント欄でコメントお願いします。可愛くない？私は結構これが好き。胸にサンドラゴンが乗ってるやつと逆で、胸にこのロゴがあって肩にサンドラゴンがいるパターンがあって、どっちもカラーが白と黒あります。白の胸サンドラゴンに肩の、あれ飛んでるな、肩にロゴで、胸にロゴ、サンドラゴン。黒は文字が結構目立つ。白はこのワッペンの縁があんまり目立たない。かわいい！なんかね、かわいい。胸にロゴか胸にサンドラゴンの2種類があって、どれも2色ずつ、黒と白を作りました。10月下旬頃に西東京市あたりでイベントを開催しようかなって思っていて、でその時にこの T シャツを販売したいなと考えております。イベントと T シャツのもっと詳しい詳細ってダブってるかな、わかんないんだけど、まあ詳細は後日いろいろ決めていく中でまたお伝えします。 T シャツはまだこのデザインとカラーしか決まってない状態なので、まあそれもイベントの内容が詳しく決まり次第一緒にお伝えできたらいいなと思います。でも決まってるのはこの10月下旬頃のイベントで発売するっていうことです。あ、そうで、最後に皆さんに聞きたいことがいくつかあって、その普段着てる洋服のサイズ
とあとこの白黒どっちが好きかっていうのを教えていただきたいです。あとなんか聞こうとしたんだけどなんだっけ、まあ、とりあえずその2個をぜひコメントお願いします。であと1個なんかまた思い出したらお伝えします。で T シャツ以外に今考えてるというか作っているもの、帽子です。それはこの刺繍のロゴです。かわいい、かわいい。なのでこの後ろにサンドラゴンがいます。帽子似合うかわかんないけど後ろ飛びしている、こんな感じ。ゆるいな、まあ、後ろは調節できるんでこんな感じ、こんな感じです。であとは可愛くない、サンドラゴンのハンカチ、ハンドタオルで、ここにロゴもちゃんと入ってます。可愛い。徐々にいろんなグッズを出していけるようにしたいので、こんなの欲しいなとかこんなのがあったらいいなっていうのがあったらそれもコメントお願いします。こんな感じで T シャツ作りましたっていうお知らせ動画でした。一生懸命考えていろんな人と協力して作ったので、たくさんの人に来てほしいなって思ってます。販売がまだちゃんと決まってないので、まずはそこをちゃんと決めてしっかりお伝えしていきたいと思います。以上、この動画が良かったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。